こんにちは、ハワイトーコナです。今日はこちらの絶景オーシャンビュー、プアラニエステーツという非常に人気のサブディビジョンなんですけれども、こちらの戸建て、海側がねこの人気なんですけれども、久しぶりにこの海側の物件を見に来ました。2階建てです。あんな感じでね、こうずっと高台に戸建てがずっとこう分譲されてるんですけれども、この海側と海側じゃないやつがあって、この海側の方が圧倒的にビューがいいんですよね。たまりませんね。これパイナップルちゃんですよ。よくなってます。パイナップルちゃんってこういう風になるんですよね。ほらこんな感じでね、例えばこの家よりもあっちの家の方がビューがいいわけなんですよ。いやー見事です。あれがお庭ですね。後でちょっとお庭の方行ってみましょう。ご覧のように2階建てでございます。入り口玄関のところタイルプラス、その先がフローリングです。綺麗ですね。というかもうビューがたまりません。2012年築です。とっても綺麗です。こちらが1階部分、おしゃれですね。こちらがダイニングスペースになっていて、キッチンです。ずっとフローリングなんですが、キッチンのこの部分はタイルになっています。ステージングだろうな。めっちゃ偽物ね、色が綺麗すぎる。もう引いて分かりました、違いました。食洗機、2012年っていうことはうちよりもお年を召してるんだけど、うちよりもずっと綺麗です。うちもステージングしたら綺麗になるかな。電子レンジとフルオーブン、カウンターとっても綺麗です。冷蔵庫にはあれもついてます。キッチンからのこのビュー、なんかおしゃれなモデルルームみたいです。ちょっとこのお庭の部分出てみましょう。ちょっとちっちゃいですけど、何しろこのビューには変えられないですね。綺麗に手入れされてます。ここもおそらく最初の段階でプロの仕事を入れてっていう感じでしょう。あ、ここの部分完全にフェンスで囲まれてますね。最初にプロの仕事をして、その後メンテナンスという感じ。土地は全体で、およそ250坪ございます。建物は、3ベッドと2アンドハーフバス。いやビューが素晴らしい。ちょっと2階部分、あ違う、まだあったな。ちょっと見に行きましょう。失礼しました。このキッチンの横にいろいろありましたよね。なんだろう、ここはハーフバスですね。うん、キュートなアクセントカラー、おしゃれです。無駄に広い感じがしますが、その横はね収納でした。階段の下を利用している形ですね。このように、お階段でしょうきっと。じゃあちょっと2階部分見ていきましょう。ステージングがすごいおしゃれですね。これ好き、これ欲しいな。ずっとフローリングですね。さあどっから見ていこう。端から見ていきましょう。こちらがバスルームです。綺麗ですね、とっても綺麗。
でも2012年という感じがしますね。あ、出たこの丸いやつ、前よく見ましたよね、この丸いやつ。同じステージング業者さんだな、きっと。はい、バスタブもついてございます。で、お隣の部屋、まあ可愛らしい子供部屋にできそうですね。ここには可愛らしいシングルベッドが2つ入ってます。二面採光です。すごい、ここ小さめのお部屋なんですけれども、このビューも素晴らしいし、風通しもとってもいいです。そのお隣のベッドルームでございます。あのドアは何だろう、クローゼットかな。ベッドルーム、これもしかしてみんなオーシャンビューっていうパターンかもしれないですね。素晴らしいビューです。ちょっと開けてみます。ビンゴです。結構な大きさのウォークインクローゼットがございます。外でめっちゃ盛り上がってますね、さっきから。あんまり大きくないお部屋なんですけど、とっても綺麗です。今上がってきた階段の横にもこのように収納がちょこっとありました。で、その横ですね、ここまたおしゃれですね。ステージングが素敵、個人的にとっても好みです。あの壁のアクセントカラーも、このアートも、この人工植物も、何もかもちょっと好みです。とっても素敵。こちらが3つ目のベッドルーム、あのようにミラードクローゼットになってございます。ステージングって恐ろしいですね、やはり。とってもスタイリッシュです。このお部屋は先ほどの2つよりもちょっと大きいですね。3つ目の最後のベッドルームです。で、こちらがアンスイートのバスルーム。出たこの丸いやつね。横はクローゼットかな、ウォークインクローゼットになってございます。なぜお風呂場の横にっていう感じですけれどもね、まあ気にしない。ちょっと私が住むには狭そうです。あ、意外とコンパクトな。トイレとシャワーちょっとキツキツな感じですが、はい。いや、本当このベッドルーム素敵です。こちらはですね、プアラニエステイツというところにございます。今気づいたんですけど、ラナイがないんですね。ラナイがない。まあでもこのビューに変えられないのかな。はい、土地がですね、およそ250坪、建物は3ベッド2アンドハーフバスで、およそ116平米でございます。ご覧の一面のオーシャンビューです。また1階に戻ってきました。このお姉さん非常に声がでかいです。盛り上がってる。ちょっともう一回ここ外にお庭に出てみます。はい、大変失礼いたしました。というわけで、こちらがですね、プアラニエステイツという非常に人気の閑静な住宅街にございます。こちらの3ベッド2&ハーフバスの戸建て、お値段はですね、98万と、9000ドル、日本円でおよそ1億と3000万円での販売です。リノベしても変わらないもの、それはビューとロケーションですね。というわけで皆様、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた、快晴のコナブルーのハワイ島からお届けいたしました。皆様、良い一日をお過ごしください。ではではまた。